はい、対戦相手の方、はい、対戦相手の方が見つかりました。ワルキューさん、よろしくお願いします。ドラパルとミズロトムアーマーガーエースバンドリューズニーフィアですね。あー、ミミッキュが入ってそうなもんですけど外れてますね。で、来ましたね。今回紹介するアーマーガーというか、このシーズン3の環境に食い込んでいけそうなアーマーガー、仮想敵がたくさんいますね。まあ、特にミズロトムで、僕のパーティーかなり呼びやすいようにしてます。てかアーマーガーを見たら割とロトムは出してきてくれますね。エースバーの抑えにも効きますし、割と出される。で、まあドリューズに対しての強さは言わずもがな。で、最近流行りのオニビドラパルトに対してもこのアーマーガーかなり強く出ることができます。戦差確定ですね。バンギラスアーマーガーベース、この構築はバンギラスを基本前に置きます。で、まあ、ドリューズかバンギー苦手ですけど、それは裏からアーマーが出せば解決で、エースバーンは対面ガンプ、ロトムは対面でガンプをしたり悪波で削りながら構造して、ドラパルトにはデンチャーですね。だからバンギーで基本的に初手から投げて、こいつが来たら嫌やなってポケモンはいない。で、これで後ろから投げるべきポケモンはまんべんなく通ってる。エースバーン間に合うかな、お願いします。これね、なんか残り1秒で押せたはずなんはずやのに3匹いきなり出てくるとかありますからね。さあ、一応今回アーマーガーのシリーズということで、トレーナーカードもアーマーガーっぽくしましたけど、似てるかな。はい、お願いします。ウォーエイトの服装も黒くてアーマーガーっぽくていいですね。ドラパルト、これはデンジャーですね。これはデンジャーをします。このバンゲラスは、まあ、あの岩石封じをした後ミミッキュ抜きっていう S ラインまで上げてる、ちょっと珍しい構成で BS ベースで気合のタスキを持たせています。これはデンジャーからいきます。ミミッキュ抜きまで振るとデンジャーでドラパルと一緒に抜けるんで、これデンジャーから。オニビが一番嬉しいけどね。ドラパ引きか、ドリューズアーマーがこれいいですね。オッケーオッケー。さあ、今のところアーマーガードラパルとかデンジャー当てる。バンギラスの前にして鉄壁を押してきそうな盤面ですけど、ここ1回アクハを押してステロのダメージを稼ぐのありなんです。スリップ稼ぐのありなんですけど、仕事するかしないかやったら仕事した方がいいって。これはステロからですね。これ死に出しアーマーガーできます。多分鉄壁を押してくるかな。そうですね、オッケー。まあ、これボディプレイのダメージが上がってしまいますが、全然まだまだ切り返せます。こちらのアーマーガー、アーマーガーミラーにも強く出れる方になっております。告白の波動で削ります。まあ一応これマヒルミも一応できるんでね。さあ、いい感じに削っていきましょう。相手も悪破したんで鉄壁を押したのが恨めってるように見えるからな。これは悪破連打できます。威嚇は取れてるのかな、取れてますね。で、木の実も消費。ここで発動したということはお盆の実か。 OK ですね。このね、デンジャーと悪の波動の相性が良くて、まあ、今ドラパルトがオニビばっかなんで悪の波動がスタディアスですよね。さあ、アーマーガーさん仕事できてませんね。もしかしたらバンギラスでこのまま突破できる可能性も見えてきましたか。次これアーマーガーが動けないと、アーマーガーそのまま落とせて、バンギの助けも残せますね。さあ、どうか、悪の波動。OK、OK、相手たまらずボディープレス。さあ、ボディープレスを押してきたのはいいんですけど、アーマーガーに対してはアーマーガーを出して起点にしたいので、これは落とされた方がいいですね。ここで突破すると、ドラパルトが出てきて、アーマーガー S は一貫取られちゃうんで、うん、アーマーガーの餌にしたいので、ここは、ドラパルトが出てきてもいいようにデンジャー連打ですね。で、羽休みをしてきたらもう一回悪の波動で削りを入れます。こうやって落としに来てくれましたね。よしよし、これは悪くないですね。で、お相手はここで僕アーマーガーすぐ出すんですけど、多分ビルドアップされるぐらいやったら羽休めして回復して鉄壁で詰ませようとしてくるはずなんですよね。悪巧みをします。これはまだ読まれないはず。
今裏にドラパルトがいるんで、さて、まあ理想はマシって動かないが一番嬉しいかな。オッケー、羽で体力管理してきますね。オッケー、これはね、ぶずり方を想定するとやる行動ですね。で、これ僕の狙いがもう一個あって、ダイジェット2回押さないとドラパルトは抜けないんですが、羽休めを打たせることでダイジェット2回打てるようになりました。ここはダイジェットで押し込みます。まあ普通に鉄壁ボディープレスが痛いからダイマを早く切りたいってのもあるんですが、これであのボディープレスを打たせずに羽休みを強要して、その隙に割るだけを積むことができたと。さあ行きます。シーズン3、おそらく台風を巻き起こしてくれるんじゃないかなと言われる新型のアーマーガーです。さあダイジェット、これ霊獣ボルトロスの攻撃力より上です。 OK、 いいダメージ入りますね。そしていい感じに S も2段階上がる。まひると嬉しいけどな、言ってみるもんですね。 OK、 さあこれでここダイジェット相手をかわすことができないので、ここはダイジェットを押します。さあ今は鉄壁アーマーガーではこちらのアーマーガーを見ることはできません。エサにさせてもらいましょう。これでドラパルト抜けました。一応今仕上がってますね。 C も S も2段階上昇です。さあこうなったら特殊アーマーガー、ちょっと今完全に決め台詞噛みましたけど、ちょっとあんまり気にしない方向でお願いしますね。これドラパルト抜けてるので、このままダイジェットに突っ込みたいんですが、もうこれすでに抜けてるんで B 上げときましょうか。大スチルで B 上げときましょう。さあ相手もたまらずダイマックス、これまあまあ入りますよ。まあ相手目線は補助技があったら大ウォール切ってくる盤面かな。さあドラパルトダイマックス、さあこれねダイマックスを切ったとしても、この悪巧み大スチルってそこそこ、あダイオールか、鬼火持ってる可能性高そうかな。はいはいはい、あこれは仕方ないですね。ってことは鬼火型っぽいかな、鬼火型っぽいですね。ってなるとこれは徹底光線が一番通るんですけど、エアスラッシュ徹底光線やと落ちないので、ワンバンしましょうか。悪巧みでドラパルトのこっからの大バーンはさすがに耐えるはず。大ウォールがあるということは補助技、多分鬼火があるんで通る技は大フォローですね。大バーンあるな。さあこれを耐えてくれるかどうかですか。耐えますね。さ徹底光線を押せば間違いなく落ちますが、エアスラッシュで届くならエアスラッシュを押して後ろに負荷をかけた方がいい盤面ではありますね。ただ僕の感覚、飛ばないな、押しますね。まあみんなアーマーガーが徹底光線を押す姿見たいでしょう。サムネイルにもなります。あ、そうか、このモーション見えないんだった。しまった。でもダイマックスドラパルトワンパンチ、いいですね。 OK、 だいぶ荒らしてくれました。だいぶ荒らしてくれました。本来勝てないアーマーが炎技持ちドラパルト、アーマーがで粉砕、ラストはエースバーにつなげます。さあそして今晴れてる状態、ドリューズが戻ってくる。これは最初にバンディラスがステルを巻いている火炎ボールで締めっていうところではあるんですけど、これね、起死回生って技があって身代わり連打が安定なんですよね。ここは確実に行きましょう。スカーフ負けです。 OK、 スカーフないなら勝ちですね。ロックブラストが負け筋なのでそこだけケアしたいかな。ただ肩破りやからロックブラはないかな。これすいません、あのかっこよく火炎ボールで決めるが理想的ですけど、外したらマジで採用することすらできないので、ここは、まあ、エースバーンも後々紹介しますけど片鱗だけ見せましょうか。かっこよく決めてよとかいうヤジは受け付けませんのでよろしくお願いします。さあ起死回生の調整でチーラの未発動。さあ最大火力の起死回生ドリューの詰め、まあこれスカーフやったら負けてましたが、ス
カーがもう考慮せずにタスキ想定で動きましょう。チョッキとかね。よし、これはアーマーがかなり荒らしてエース番でフィニッシュ。この構築でやりたいことができましたね。さあ詰めましょう。ゴール。この騎士耐性がねちょっとモーションかっこ悪いんだよな。はい、大変さんありがとうございました。ということで特殊型アーマーがシーズン3食い込んでいくことができるんじゃないでしょうか。大変さんありがとうございました。はい、大変さん相手の方が見つかりました。ユシンさんよろしくお願いします。トゲデマル、ギャラドス、ニンフィア、サザンドラ、ヤバッチャじゃなくてバケッチャやったっけ、バケッチャ、あそこら辺の名前がちょっとまだパッと出てこないで、下はバンバドロですね。お願いします。これね、ギャラドスと、まあ、ギャラドスですね、特にギャラドスをギャラドスに対してこっちのパッチラゴンがめちゃめちゃ重く見えるというか嫌がると思うんで、多分ねバンバドロ出したいと思うんですよ。でバンバドロってアーマーガーでなんとか対応効くと思うんですけど、時間かかっちゃうのと突破できない可能性もあるからと思うじゃないですか。このアーマーガーは物流受けごと粉砕できる構成なので、これは出していきましょう。でこれギャラ来ないかな。ロトムとパッチがいるんで刺さり悪く見える。むしろニンフィアとかの方が出してくるかな、サザンとかね。ってなるとこれはバンギー、バンギー出しとけばトゲデマルのタスキ潰しつつエースバンで枯れる。でこれはね時間がないな、基本戦術いきましょうか。ニンフィアがちょっと重たいからこれでいきます。よし、まあ、基本戦士だったらアーマーが3匹目に置いとけよって話ですね。はい、よろしくお願いします。皆さん気づきました、これアーマーが徹底調査ってことで僕トレーナーカードアーマーが風にしてるんですけど、気づいたかな。さ、初手ポッ、あ、ごめんなさい、全然バケッチじゃなかったね。バケッチあれやね、カボチャのやつやったね。ごめんなさい、ヤバちゃんの進化系はポットですでしたね。殻、こいつは殻を破るからのバトンタッチが非常に有名なんですよね。で、相手は殻を破るこの場面できないよね。まあ理由は普通に助けて耐えても殻破るのスリップで落ちちゃうし、そもそもバンギーに打点がないからってなると、引くならバンバドロ、ここステロ優先でポットデスに殻を破られても突破はされない。うん、ここ引くならバンバドロのはずです。うん、オッケーオッケーオッケー。でだな、これね、防御力を上げてしまうと鉄壁じゃない、ボディープレスの火力が上がってアーマーガーに対して削りをめちゃくちゃ入れられてしまうので、バンギラスであんまバンバドロ触りたくないんですよ。やからこれ捨てですね。で引かれた時にでかいので、これはデンジャーをします。このまま切りでステルスロック、まあこれ痛いけどね、しゃあないしゃあない。まあステロ巻かれるんやったらアーマーガーに即引きしたかったけど、これはバンギラスを切りましょう。ちょっともったいなく見えますが、欲張るのであればステルスロックに合わせてアーマーガーを出せてれば一番素晴らしいプレイングでしたが、まあ、それ読まれてこうトゲデマルが出てくるのも嫌やったしねって言い訳しとくわ。トゲデマルにそもそも電車入りませんでした、ごめんなさい。今のは聞かなかったことにしてください。さて、でお互いこれ相手にビルドアップ積まれても突破されないけどって思ってるかもしれませんが、突破手段はあるんです。トゲデマルに引かれても問題ないかな。他は悪巧みしていきます。これ早めにダイジェット積んでおきたいですね。後続が早いので、特にトゲデマルとか、まあ、サザンもそうですね。バンバドロが居座ってくるかですね。居座ったところで打点が、これ岩石封じてもミラーアーマーでバンバドロに跳ね返るので自信は当たらない。ステルスロック自信、ステルスロック自信、ボディープレスアット位置が何かだな。眠るがあるかどうかですかね。さあお相手お悩み、引きました、 OK、 起点作成ギャラドス OK。
さて、これはステルスロックが入る威嚇ではない。大、あれやね。これは、自信過剰の方だね。さあ、先に展開できました。これはね、迷うことない。ダイジェットでいきます。ステルスロック、買いました。ステルスロックが入ったギャラドスは、ダイマックスを切っても丸だくみダイジェット受かりません。押します。さあ、はまりましたよ。今、相手のパーティーはギャラドス。バケッチャじゃなくて、ポットです。バンバドロー。10倍以下でこのダイジェット受かるポケモンがいないので、ギャラドスでダイマックスを切ってくる。さあ、見せてやりましょう。ギャラドスってダイマックスすれば何でも攻撃耐えるって思ってるのをアーマーガーでその元素をぶち壊す。まあこれダイジェット相手にされる可能性もありますけど、ダイジェットダイストリームまでは全然耐えるんで、まあ相手がダイストリームしてきたらダイジェットダイジェットで落とせます。さあ見せてやりましょう。シーズン3特殊アーマーガー。さあダイマックスバトルです。ダイストリーム。さあこれで S は逆転しますね。さあ最近灰の玉かどうかですが、うん、抑えてきますね。こちらのアーマーが耐久振ってないのでそこそこもらえますが、次のダイストリームこそは受かりませんが、玉ダメ入る。そして S 弱点ダイジェット、この火力は効くぜ。よしよしよし、これで S 弱点。これダイジェット押す意味ないですかね。ダイジェット押す意味ないね。バンバドロに対しては B を上げていくのがベストではある。引かれた時に、そうだね、これダイスチル押して損ないね。ダイジェット押す意味がないわ。ダイウォール OK。 2連ダイウォール決められてもアーマーが2回行動できるので、でギャラは引いたらステルスロック入るので、これはギャラドスロックできました。これダイスチル押します。さてダイマックスターは枯らされましたね。徹底光線は、打っちゃうとそのまま落ちちゃうから、ホットデスには別の技を押したかったな。さあギャラドス粉砕、よしよしよし、オッケー。ダイマックス切ったギャラですらこの火力受かることができません。まあこれステロが入ったって言いましたけど、ステロ入らんでも確定2発は取れるんでね。さあ裏出してください。バンバドロは受からないですよ。となるとヤバチャの方が出てくるのかな。バンバドロは受からない。バンバドロは受からないですね。てかバンバドロからこのアーマーガーに通る打点がないと思うので、エアスラッシュを押してポットデスに徹底光線で詰めかな。エアスラッシュいきます。これね、あの暴風やったら必中になってましたけど、さあエアスラッシュいいダメージ、持久力で B が上がる。さすがにボディープレスでもまだ耐える。ひるんだら強いけどな。ボディープレス、玉ダメ耐えないね。玉ダメ耐えないね。悲しいね。エアスラは外れる可能性があるから見せましょうか。徹底的に潰す。徹底光線だけに。サーマーガの徹底光線バーン、ひとたまりもない超火力。オッケー、撃破で、まあこっからポットデスをエースバーンで倒せるかどうかですわな。よしよし、ギャラドスとバンバドロを続けて崩してくれました。いいじゃないですか。エースバーンとポットデスの対面ですね。オッケーオッケー、かなりアーマーが暴れてくれました。でポットですと、オッケーオッケー。でここなんですけど、相手はタスキがあるんで、タスキがあるんですけど、これ火炎ボールでもポットですってワンパンできた記憶はあるんですけど、仮にこれ火炎ボールを押して殻を破るされた場合、切り返されて負けるんで、確実に勝つなら身代わりですね。こうやる、 OK、 こういうのがあるからね。で砕ける鎧で S 弱点ってされると負け筋なんで、ここは身代わり置きましょう。でここは殴らざるを得ないかな。うん、
と思いましたけど、相手が殴ってくるのを見てから身代わりでいいって、やっぱりこれはチーラ発動させましょうか。これ、身代わり連打で、これ、こっちが先に身代わり打って不発になりますけど、身代わりをあと2回押して、確実に火炎ボールが発動するようにした方がいいですね。火炎ボールじゃない、チーラの身を食ってから落とした方がいいですね。あのね、ポットですって確か B が柔らかかった気がするんで、正直もう火炎ボール圏内に入ってる気もするんですけど、さてこの後やな。あとはもう一個嫌なのが、これすることで読まれやすくなる。あ、相手がこらえる押せねえなって思う可能性がある。だからこの後だな、身代わり。この後が怖いかな。で、ここ読み場ですね。ここ読み場所。シーラの実が入ったんで、これ相手絶対火炎ボールをもし耐えてたとしても耐えられないんですよ。シャドーボール。さあ、これは火炎ボールを、食らっちゃうと、ポットデスは負けちゃう。逆に言えばもう身代わりは張れない状態。コラエルをして、砕ける鎧を発動すればもう切り返される、切り返すことができる盤面。って考えるなら、こらえる読みの身代わりだね。OK。さあ、これでチェックメイトだ。ちょっと変にタクを作っちゃうのはあんま好きじゃないんですけど、まあまあ、動画的に映えるでしょう。さあ、火炎ボール避けないでね。さあ、決めてこい、エースバーン。よし、OK。これは確率に入った。対戦ありがとうございました。まあ、アーマーが2匹ぐらい持ってってくれたんで、エースマンが最後は彼に決めてくれると。まあ、この並び非常に今使いやすいですね。ありがとう。